ドッグランの西の隅にある小屋を解体して新しく作り替えようと思います。薪割り機とか草刈り機、いろんなものがそれぞれ違う場所に置いてあるので、新しい小屋の中にきれいに揃えて入れようと思っています。もう5、6年前に作った小屋で、基礎の部分はルンルンが穴いっぱい掘っちゃったもので、穴埋めをしたりいろいろしなきゃなんないから、そのこと解体して作り替えたいと思います。中も大したものが入ってないんですね。このベニヤ板の下もみんな穴です。穴だらけ。休みの日や空いた時間にボツボツにやっていくもんで、完成するには半年ぐらいかかりますかね。まず解体して、それから設計図、どんな形のものを作るか決めて、設計図を書いて作業にかかります。材料はなるべく現在使われているものを再利用します。基礎は穴を開けて、こちらにある栗の丸太を土台に使いたいと思います。栗は線路の枕木やなんかに使用されていまして、腐らないものでね、なるべくコンクリートとかそういうものは使わないで、環境に優しいものだけで作ります。総監督はルンルンです。明日読書に行くのに、シャンプーしてきたばっかりなのにもう外へ出したら穴が入っちゃってる。穴掘りやっちゃったね。基礎工事に使う砕石です。